インド語群、インド語群、インドアーリア語群、インド、アリアン・ランゲージズとは、インドイラン語派の海分類の一つで、インドヨーロッパ語族に属する。インドは大陸に分布する。シルの推計によれば209個と語が属し、母語としている人口は9億人以上と最も多い、言語群である。代表的なものとして、ヒンディー語とウルリュー語をまとめたヒンドゥスターニー語、5億4千万、ベンガル語、 2億人、パンジャーブ語、1億人、マラーティ語、7000万人、グジャラート語、4500万人、オリヤー語、3000万人、シンド語、2000万人がある。インドには、インドヨーロッパ語族の言語の他にも、ドラビダ語族、ムンダ語派、チベットビルマ語派などの言語が話されている。インド語群という名前では、インドの言語という意味だと誤解される可能性があるため、 インドアーリア語群と呼ぶことも多い。インド語群のうち最も古いものはベーダで用いられているベーダ語である。ベーダ語の中でも最古の部分はアベスタ語などの古代イラン語と極めてよく似ている。他に紀元前14世紀の小アジアにあったミタンニ王国の王名や神明及びミタンニ人キックリの文書の中にインドアーリア語と思われる語彙が出現する。 続いて、紀元前5世紀頃に、サンスクリット語が文法化のパーニニの手で標準化、成分化された。これが、後の紀元前2世紀頃に古典サンスクリット語として完成する。しかし、パーニニの時代、すでにベーダ語からの変化が目立っている。また、パーニニが確立したサンスクリットは、古いベーダに回帰したわけではなく、同時代に、すでに文化していたインド諸語にも響きを受けている。 古い時代に現れるサンスクリットの以外の俗語的な言語を総称して中期インドアーリア語、またはプラークリットと呼ぶ。プラークリットの最も早い国文は、紀元前三世紀のアショウカをヒ文に現れいる。プラークリットは、全体的にサンスクリットよりも、新しい語形、文法を持つが、語彙によっては、古典サンスクリットやベーダ語よりも古い記形を持つものも、 10世紀以降になると現代につながる新インドアーリア語の文献が出現する。デーバセーナのスラーバカチャール930年頃がヒンディー語では最古の書物とされる。そして13世紀から16世紀にかけてのイスラム勢力の拡大がインド語派に大きな影響を与えた。ムガル帝国の繁栄の下でイスラーム宮廷の権威により ペルシア語が支配的になったのである。しかしそのペルシア語の地位は、現地語文法をもとに、アラビア語とペルシア語語を大量に導入したヒンドゥスターニー語に取って代わられた。現代のヒンディー語、特に口語でも、語彙の多くはペルシア語、アラビア語由来のものになっている。この言語状況が変化したのは1947年のインドパキスタン分離独立時である。 ヒンドゥー教徒の用いるヒンドゥスターニー語はヒンディー語としてインドの公用語に採用され、よりインド的な言語を目指してサンスクリット化、つまりトゥルシーダース時代への回帰とでも言うべきものが行われた。ウルドゥー語とも共通するペルシア語、アラビア語由来の専門用語サンスクリット語のそれに、時に大規模に、また複語語も用いて置き換えられたのである。 一方、ムスリムのそれは、ウルデュー語として、パキスタンの公用語となり、さらなるアラビア語、ペルシア語の語彙の追加が行われた。現在、ウルデュー語は、アラブイコールペルシア化を、ヒンディー語は、サンスクリット化を受けている。しかし、文法は依然一様であるため連続体と言って、良いだろう。一方、公語では大多数の住民が二言語の、混交したものを話しており、それは、 ヒンドゥスターニー語と呼ばれている。この語派には、ヒンドゥスターニー語以外にもアラビア語や、比較的禁煙の言語である、ペルシア語の影響を強く受けた言語が多く、同時に、南方のドラビダ諸語へ、大きな影響を与えた語派でもある。アラビア語やペルシア語の影響もインド語派を通じて、ドラビダ諸語に伝播された。インドアーリア語の分類は、困難が大きい。また、 どこまでを方言差とし、どこまでを言語差とするかも決定するのが難しい。これは他の言語と異なり、インドの大部分の言語が孤立して発展したわけではなく、互いに交流を持ちながら発展してきたこと、及び多くの話者が多言語使用者であることによる、インドアーリア語全体を一つの巨大な方言連続体と見ることもできる。通常は、 ジョージ・エイブラハム・グリアソンのインド言語調査による分類を基本的に踏襲しているが、学者によって、パンジャーブ語や西パハール語群を北西語群に、ビハール語を中央語群に、グジャラート語を南部語群に含めるなどの違いがある。とも、マガダ語とも、パハール語群とも、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。